はい、阿部ちゃんでございます。本日なんですけども、池袋に来たんですけども、はい、早速こちらのお店に来ました。ドン、はい、イタリアン酒場千葉ちゃんバルさんでございます。結構有名な千葉ちゃんっていうチェーン店の居酒屋さんがあるんですけども、今回はね、こちらの千葉ちゃんバルということで、千葉ちゃんのイタリアンバージョンって言えばいいのかな、うん、のお店になっております。なんとね、オープンから18時までハッピーアワーでお酒が39円で飲めるということで、めちゃくちゃ安い、安すぎ。プラスおつまみもね、100円からですし、まあ、千葉ちゃんといったらやっぱ大バカ盛りというめちゃくちゃデカ盛りサイズとかもあったりする、結構面白い居酒屋さんになっております。ということで今回はこちらでね、ハッピーアワーを堪能していきたいと思います。はい、じゃあ行きましょう。行きましょう。はい、お店来ました。はい、まあ、地下にあるお店なんだけど、もうボックス席がブワーンってかなり広い席だね。うん、いいね。店内広いよね。うんうん、はい、で、私たちオープンで来たんですけども、まあ、最初に言ってたハッピーアワー、はい、39円、安っ、安いな。で早速頼みましたよ、うん、レモンサワー、はい、普通にシロップだけのレモンサワーなのかなと思った、ちゃんとレモンも入ってるね。入ってる。39円だよこれ、すごいな。ハッピーアワー飲み、ガバー、はい、おいしいな。でもジュースに近い、うんうんうん、あれかな、ハイサワーかな、だね。焼酎入れて、うん、炭酸のハイサワー入れてるイメージ、わ、うんうん、かるわかる。おいしいおいしい。おいしいね。じゃあちょっとそれ以外のメニューも紹介しましょうか。うん、はい、こっちね、おつまみメニューです。まあ、千葉ちゃんバルなんで、イタリアン系かな？ピザ、ペペロンチーノとか。安くね？めちゃくちゃ安いね。おつまみ100円からで、うん、ペペロンチーノも190円だよ。すごっ。で、このなんか大バカサイズみたいのが、やっぱ千葉ちゃんで、やっぱ有名なのかな？うん。はい、こっちがドリンクメニューです。通常だとレモンサワーが380円なのかな、うん、うん。だからめちゃくちゃ安い。やっぱこの千葉ちゃん有名なのがやっぱこのバカジョッキ、うん。これ1リットルとかあるジョッキらしいです。で結構いろんな種類のお酒があります。はい、でちょっとお通しが来ました。これペンネかな、ミートソースペンネみたいな。うん、1人、一応テーブルチャージ代として420円だそうです。はい、うん、じゃあちょっとペンネいくわ、うん、ミートソースとたっぷり入ってる、ね、いいやんこれお通し、うん、いただきます。うん、あ、おいしいおいしい、おいしい、うん、もう普通にシンプルのペンネ茹でて、うん、ミートソースシャッてかけた感じの、うんうんうん、おいしいよ、うん、パスタだね、うん、本当に。39円、安いね。産休価格ね。そうよ、10杯飲んでも390円だから。おかしいな、おかしいな、安いなおかしいな。それは池袋だからね、 うん、こんな大都会1杯39円であるとこってまあないよ。おかしいな、うん、うまい。はい、早速ちょっとおつまみ注文したんだけど、こちらロースハム盛り、これ280円。おー、ロースだ、ロースハムだね。ね、オニオンか、うん、これちなみにいい、大バカ盛りもあるけど通常サイズですこれいいね、うん、じゃあもうこれね、うん、上にネギ、玉、スライス玉ネギとキャベツ乗ってるね、うん、これ一緒にこれですわ。いただきます。うん、うん、おいしい、うん、ハムおいしいな、うんうん、なんか上にイタリアンドレッシングみたいなのと、あ、はい、マヨネーズと、うん、あと胡椒がかかってるからすごいイタリアンでおいしい、うんうんうん、ま、いいじゃない、健康的よ。そうだね、うん、ハムもいいし、うん、この玉ねぎもいいかな。玉ねぎがねやっぱいいわ。そうそう、玉ねぎとハム、うん、
もうサラダ感覚だね。うんうん、美味しい。はい、サンキュー。はい、サンキュー。サンキュー。39円か。安すぎんか。安いな。本当に。もうちょっと、サンキューなんで、ね、どんどんいきます。行きましょう。ちょっと、はい、39円です。はい、どうも。2杯頼んでも、80円でお釣りきます。すごすぎないか。安すぎるね。はい、乾杯。はい、乾杯。はい。うん、美味しい。うん。で、ちょっとおつまみ2品をね、注文したんだけど、はい、こちらでございます。これがね、アンチョビブロッコリー、うん、380円ですね。はい、こちらが明太チーズオムレツ480円。じゃあちょっとブロッコリーちゃんを食べようかな、うん、うわいいね、絶対うまい。アンチョビとブロッコリー絶対にうまい。大体アンチョビとキャベツだけど、うん、ブロッコリーでいただきます。うわうまっ、うまい。うん、あこのアンチョビのさ、うん、塩っ気の感じもいいけど、やっぱこのブロッコリーがいいね。うんうんうん、このシャキッとこの甘みもあるし、うん、うまっ。お酒飲めそうっすね。うん、あやっぱアンチョビって結構塩分あるから、うん、イタリアン系でうまいわ。そうね、めっちゃさ健康だからね。しかもブロッコリーだもんな。うん、うまい。うん、ちょっと固めないよ。うん、ブロッコリーが、うん、食感がシャキッと残ってる感じ。うんうん、これが好き。今のところ健康体よ。そうね、おつまみが野菜とタンパク質がないから今、うん、明太チーズいっちゃおうかな。綺麗なの。これうまくね。本当にシェフ呼びたくなるぐらい。いるやん。綺麗やん。うん。こんな綺麗にさ、卵焼ける？焼けんよ。ね。すっごいな。じゃあちょっと真っ二つにしてみるか。一回。さてどんなもん。うわ。あいいやん。うわいいやん。めっちゃいいやん。ちょっとすごいな。うわめっちゃ半熟じゃね？ドゥルドゥル半熟やん。これ絶対高いやつよ。ちょシェフ呼ぶ？あ、待って、ペンペンタイプだ。ペンペンで呼ぶタイプの人だ。シェフじゃないこれ。シェフだねこれ。いやすごい、もうドゥルドゥルやん。すっごー、これ、うわ、ちょっと待って、ドゥルドゥルやん。居酒屋でこれ食えんの？ドゥルドゥルやん、ほら。おーおーおーおお。ドゥルドゥル。ちょ、じゃあこれ、うわ、明太子とね、うん、チーズと卵ですよ。いただきます。シェフ呼んでる呼んでる。来ないよ。呼んでるけど、うん、ま、明太子もすごい効いてるけど、うん、バターですね。バターか。バターの旨味とチーズのまろやかさと、うんうんうん、明太子と何といっても卵がもうふわとろ。あうまっ、うまっ、とろっとろ。うん、あいただきます。うまっ。うまいよな。うまっ。明太も濃厚だわ。うん、まあ、でもバターだね。うん、バターすごい効いてる。すごい効いてる。あーうまっ。ふわふわとろとろ。これはもう呼びたくなるでしょ。呼ぼう。指パッチンのタイプだ。指パッチンタイプだった。いいね。39円だからね。安すぎんか。安いよな、この卵ちゃん。うわもう、うわもうすっごいじゃん。すごいやもう洋食屋の、ほんとほんと洋食屋のトゥルトゥルしてるから。トゥルトゥル一緒だねこれ。うん、あうまっ。うん、卵が固まるちょうどの火加減で、うん、全てをこなしてる。わかるわそれ。うん、
はい、39円。39円、お借りしましょうか。そうしましょう、うん、はい、俺3杯目、これもレモンサワーにしました。はい、3杯飲んでもだって120円ぐらいってことでしょ。すごいな、安いって。タッピアは壊れてるな。ねえ、私緑茶杯です。これも39円ね。うん、30円。はい、乾杯。乾杯。はい、うん、しっかりレモンサワー。薄くないですよね。全然薄くない。そう、こういうのって大体すっげえ薄いイメージあるけど、全然ちゃんとしてるね。うん、しっかりしてる。うん、しっかりしてる。うん、このレモンが入ってるだけでもう俺はもう39円の価値あんのなるほど、うん、そっかそっか。本当に焼酎と炭酸にこのレモンワンカットでもいい、うんうんうん、いいぐらいやから俺は。うん、うまい。それじゃあこのロースハム、うん、ロースハムにそれブロッコリーっていい。ああ、行きましょう。健康足す健康。これですわ、これ一番うまいかも。はい、うーん、うーん最高の組み合わせですね。ね、うん、うまい。あ、39円、いいじゃない。うまい。はい、あのちょっと追加でおつまみ1品注文したんだけど、ペペロンチーノ、これペペロンチーノこれ190円だって。ちょっと伝わるかなこのでかさ。てか普通の1人前なんよ。そう、こうやればわかるかな。あ、わかるわかる。普通の1人前サイズでこれ190円、信じられん。なんか小皿これぐらいの皿でピョンってくるのかなと思ったら、ね、うん、がっつり1人前だ。しかもちゃんとベーコンも入ってるよ。これ190円な、すごいな。すごいね、これは。某ウンゼリアさんより安いんじゃない。サイゼリアね。そういうの俺言いたくないから言わないけど、サイゼリアね。某ウンゼリアさん、某ウンゼリアさん、うん、もう言いてサイゼで。ちょっと箸しかないから箸でいっちゃうわ、うん、これ。うわうまそう。うまそうだ。うわ、いい香り。すげえいい匂いするよ。ニンニクがいい香りね、マジで。イタリア人もびっくりで、箸で箸でいきます、うん、イタリア人の皆さんすいませんうん、うまっ。うまい、うん、めちゃめちゃうまい。もうニンニクガツンと。へえ。あと醤油ベースだね、うん、醤油とニンニクとあのあと唐辛子ね、うんうん、うまっ。うん、普通にうまい。すごいね、うん、1000円でもうまいと思う。うんうん、うん、めっちゃうまい。あ、190円か、すごいな。すごいね。すごくね。でさ、ベーコンが入ってるのはすごいと思うんだよ。確かに普通入ってないね、うん、さっきベーコン食べてないけどそれでもうまかったけど、ちょっと今度ベーコンも一緒に。いや、すごいな。スパスタじゃないからね。ね、うん、うまい。うん、なんか全然ランチでこれだけ食べに来てもいいぐらいの美味しさ。おお、190円でしょ。すごい安いわ。すごいじゃん。うん、いいペース。サンキューだからね、うん、ベーコン、分厚ベーコンと。分厚いけどね。いただきます。はい、うん、めちゃうまでしょ。これうまうまいよな。麺もちもちしてるし、うん、味濃いんだけど全然辛くないんだよ。うん、ニンニク、醤油。そう、ニンニクと醤油、うん、オリーブオイルぐらいなんだろうね。そう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 、多分結構シンプルな味付けだけど、でもちゃんと1人前ぐらいの量あるってすごいよね。あ、うん、あのつまみにもねなるよ。炭水化物だけど、ね、なるね、この濃さだったら、うん、いいね。はぁ、あ、翌回がハッピーアワー嬉しいな。そうやな、うん、美味しい。
4杯目です、うん、俺はもうレモンサワーです。一択一択ウーロンハイ。はい、乾杯。乾杯。はい、うん、もう変わらない味うまい。 C というならハイボールがあったら最高だったけど。そうね、お酒で言ったらレモンサワーとウーロンハイと緑茶はいたっか。そう、まあでもまあ、うん、十分だけどね。うん、これすごくないか。190円だからね、うん、マジで。うん、うまい、ね、うん、あうまい、うまいぞ。190円のペペロンチーノと39円のレモンサワーだから、ね、安すぎんか。すごいよな。池袋だよ、しかも。ちょっと千葉ちゃんと言ったらさ、うん、大バカ盛りよな。行こうとしてる？いや、行ってみたい気持ちはでもあるよな。ちょっとあるよ。マルゲリータ、これ安いよな。780円だからね。ほんとだ、うん、いや。気になるけどな。気になりはする。気になるな。あさん、胃袋の余裕は？あ、でも全然まだ食べれるんだけど、ちょっと頼んでみる？どうする？まあまあまあ。いいっすよ。いける？一回あの頼むときに店員さんに聞いてみようか。聞いてみようか。ちょっとじゃ聞いて、どれくらいですか？どれくらい大きいですか？聞いてみようか。うん、このマルゲリータの大バカってどれぐらいのサイズあるんですか？マルゲリータ大バカが直径50センチぐらい。直径50センチ。2人で食う量としては、生地自体はそんな厚くはなってないので。ああ、なるほど。ちなみにナポリタンの大バカってどんぐらいなんですか？茹で上がりが麺だけで 1.3 キロ。1.3 キロ。プラスソースとか。なるほど。加えて、まあ大体全部2キロぐらい。2キロ。それは無理だ。無理だ。じゃあマルゲリータの大バカ。はい、ありがとうございます。持った時、あの、持ち帰りできるので。ああ、持ち帰りできるんだ。マルゲリータの大バカサイズ頼みました。持ち帰りできるってできるってめっちゃすごくない？でもマルゲリータ大バカサイズ直径50センチらしいよ。え、こんなんだじゃん。じゃあ50そんぐらいじゃない、うん、50って言ったらね、うん、で、ナポリタンは2キロぐらいらしいよ。2キロは無理よ。2キロで999円ってやばくない？本当にほぼ0円やん。ほぼ0円やん。すいません、ありがとうございます。 ありがとうございます。調子こきました。これ大丈夫？大丈夫これ？ちょっと、これ伝わってる？伝わるこれ。これ伝わるこれ。ちょっと思った方がいいかな。これほら。これやばい。ちょっと合成みたいな。大丈夫これ。これマルゲリータの大バカサイズで。なんだよこれ。これ708円だって。安っ。絶対におかしいでしょ。うん。まあ食うか。まあまあ食わないと終わらないから、うん、まあでもやっぱりその千葉ちゃん来たらさ、そうだね、この大バカサイズみたいなの頼んで見なかったから、うんうんうん、じゃあ食べます。食べようか。これから行く。ASMR の画角みたいになってる。だってなんかすごい、なんか、うん、そうそう、こういう土台に映え土台にもう1枚がでかいもん。これこれ、うわ、じゃあもういただきますよ、うん、いただきます。うん、普通のマルゲリータ、おうおう、うまっ。これモッツァレラと、うん、トマト、うまっ。うん、食えそう。うん、食える。うん、多分だいぶね、生地がもっちもちだ。うん、結構薄めの、うん、クリスピー系の生地かなと思ったけど、うん、もっちもちだね。あ、そうなんだ。生地が、うん、うん、うわぁ、大食いですわ。大食いだね、これはね、もうマジで、うん、バグるね。うん、うん、めちゃめちゃうまい。うんうんうん、5人必要だね。今どうなってんの？画面半分ピザ。
すごいわ、うん、39円のね、はい、やべえこれどんどん食べないとやばいな、ね、食べようか、うん、食べよう。マジで ASMR だっけそう、それの画角やな。見たことあるよね、うん、こういうのね。はいはい、もうめっちゃうまいよこの生地ね。もちもちでチーズブリブリで、うん、お腹いっぱいになるよ。いや、もうなるよこれだけでよかったかもしれない、うん、今日いいね。はい、あのちなみにハッピーはコーラ、そうなんよねコーラもあったよ。コーラあったからね。コーラピザができんのよ、うん、どんどん食わないとね。そうよ、やばいやばいやばいな、うん、これもう一切れがさバカでかいよね。なあ、こんなでかいからね。うま、うん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 、まあもう満足はしたな5杯目か。そうです。まだね、あとまだハッピーアワーの時間あるか。はい、はい、5杯目、はい、どうも、はい。ああ、ファイトか。え、ちょ、俺タバスコ行こうかな。ああ、そういうの行こうよ。うん、タバスコ行って、うん、やっぱマルゲリータにはタバスコかけないと。そうそうそう。いや、だいぶファイトやん、こんなん。よし、アム。うん。うまっ。これ大人数の宴会とかすげえいいんじゃないですか。いや、そうだよな、ね、いやマジでそうだよな、うん、いや何切れあったんだこれ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12切れあった。12です。6人で来ても1人2切れ食えるのよ、うん、そうよ。しかもこれ1切れめっちゃでかいからね、うん、十分十分。こっちは2人で1人6切れもう、まあ、食べないと。そう、食べないと、うん、食べないと減らないからね。うまいのよね、うん、ちなみにあの、うん、唐揚げのおバカは、うん、唐揚げが60個らしいよすごいよね、60個だよ。本当に大バカなんだ、うん、バカだもん。2人じゃ絶対無理だよね、うん、60は 5人ぐらいいないと無理なんじゃん。無理だと思う、うん、1人10個も結構来るよ、ね、うん、それだけ頼んで飲むみたいな、ね、うん、ああ。うん、お酒チャンネルですよたまに出るから俺ら、うん、大食いチャンネルはたまに出ちゃうんだよな、うん、ああああああじゃあバトンタッチで。あ、バトン、バトンタッチで。バトンじゃあ、お願いします。あ、バトン来た、バトン来た。じゃ受け取ります。はい、はい、バトンタッチです。あ、どうもどうも。食べてください。受け取りました。うん。うまいんだよね。そう。うん、味はしっかりうまい。そうなんよな。さっき俺らなんならパスタ食ってるもんな。うん、お通しもあれパスタだったからね、ほぼ、うん、普通にペペロンチーノも食ってるし、うん、パスタパスタ食ってこのサイズのピザだからいいね。あー、いいよ。クリスピーは多分こんなかまんのよ。そうなんや、だからもうめっちゃもちもちしてんのよ、うん、もっちりパンなの。あー、いいね。
あ、でもいけるな。だからあとね、でも意外と6切れないよ、うんうん、戦いであることには変わりない。ドリームを、ドリームですね、ドリーム。まずね、まずタバスコをかけて、はいはいはい、マゲリータピザを、うん、はい、ドリーム、折りたたんだ。これがドリームです。折りたたんだ。これ多分ね、このサイズじゃできないでしょ。見てこれ。いただきます。うわ、うん、このトマトとチーズが倍増だね。だよね、うまっ。 OL のランチそんくらいよ。いや、ほんとそうよ、うん、マジで絶対。うん、うん。これもう1枚いこうかな。食べ食べて、ね、どうもどうも。ああ。2枚のボリュームはすごいでしょ。すごいなこれは。うん、うん、タバスコうまいね。タバスコうまいわ、うん、やっぱ、うん、すごい。あ、やばい。だって50センチだもん。50センチよ。すごいな。うん、あれ、これって阿部ちゃんのフードファイトチャンネルだっけ？違いますよ。いろんなデカ盛りメニューを制覇していくっていう、うん、違う違う、うん、ドリームって言ってたっけ？言ってたかな。その二個食いを、うん、言ってた。ドリームって言ってた。やめた方がいいわ。よいしょ。お腹いっぱい。わかる。もう無理。お腹いっぱいだな。いや、言われたもんな。うん、あの魔法の言葉。そうよ、持ち帰りできますって。しよう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 。持って帰ってお腹空いた時に食べた方がいいもんな。人間って腹減るしな。アホだよね。アホだね、うん。持ち帰りです。はい、持ち帰りです。どうも。あるあるある。持ち帰りお願いしますったら、もうこれパッてきたんよ、ね、だ多分食べきれなくて持って帰る人多いんだろうな。多いんでしょうね。だってこれをもうセットだから。セットだ、持ち帰りセット、うん。ちなみに生もの以外だったら、うん、全部持ち帰れるって言ってたから。すごいね、すごいね、うん、こうマジで。一応あと3切れあるんだけど。そうそうそう、ドドンと。これでね、よし。これでよし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 。まあ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 、まあ、うん、本当に。いや、てかこの3切れでさ780円でいいんだよ。そうよな。マジでマジでこれでね、もうこれで超わかりやすいわ、大きさが。ちゃんとしたマルゲリータだもんな、うん、ということで、もうね、お会計したんですけども、はい、お会計が3675円。そうだ、安い。どうなってん。あの、俺らお酒ね10杯飲んでるわ。10。千葉ちゃんは、まあ、結構いろんなところにあるけど、うん、この千葉ちゃんバル自体は池袋にしか多分ないと思うんで、うん、ぜひ皆さん来てみてください、はい、ということで、じゃあごちそうさまでした。ごちそうさまでした、はい、この動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。バイバイ。バイバーイ。